ここで語る物語はとても悲しい話よ。名門家の養女堀行と送り人、二人は全く関係のない人間だったの。運命だったのか神様のいたずらだったのかはわからないけど、二人は出会った。見たことがないほど可愛い娘に男は一目惚れしてしまったの。本当に愛らしい二人だったわ。並ぶ二人の傘を包んでいた風と降る雨の音はまるで人々が二人の出会いを祝福しているように聞こえた。でも陰陽の交差、縁の強すぎること、これ災いなりって言うでしょう。その後、娘は自分の家に戻った。そしたら使用人たちがあるあやかしを追い回していたの。人はこういう、人とあやかし、これ善悪の両端にあらずって。心が優しい娘はそのあやかしを救ってあげたの。そしてあやかしは何があっても娘を守るって決めた。あやかしはあの男も同じことを言うのを聞いていたわ。あやかしはそっと去っていったの。娘の孤独で辛い生活に転機が訪れようとした矢先のことだったわ。浴場した養父に娘は暗い深淵へと突き落とされてしまった。雪が舞う夜、以前出会った彼に会おうと必死に歩いた。でも弱った娘は追ってから逃れられなかった。彼女は死ぬと決心した。そうしたら以前助けてあげたあのあやかしが現れたのよ。彼女は悲しげにこう言った。もうあなたを一人にはしない。二つの孤独な魂が一つとなった。路地には冷たい体だけが残った。運命のいたずらが恋焦がれる二人を陰陽両端に分けてしまった。男は送り人として娘に化粧を施したけど、生前のあの温かい笑顔に戻すことはできなかった。あやかしは娘の無念を晴らすため、娘を死に追いやった人間たちを地祭りにあげた。一方男は己の魂と引き換えに娘をうつつよに引き戻した。
彼はあの笑顔さえ見られれば魂のない彼女でも構わなかったのよ。うつつよで一番残酷なことは永遠の別れを告げた後の再会よ。雪が舞うように妖が呼ぶ織雪の名は苦痛に満ちた唸り声のようだ。とある偉人が言っていた。元知る顔ぶれは湖のさざ波に揉まれて霞み、縁とは解けない孤であり長き孤独のみ残る。これは宿命というものだろうって。旅人さん、まだまだたくさんお話はあるけど、もっと聞きたい？